カニュとの戦い。すべてのコスモを燃やし尽くし空に消えたシリュウ。聖夜たちは友の死を乗り越え先へと進む。欧米球を守護するのは氷河の使徒ともいえる存在。そしてその優しさゆえ天秤球に落ちた氷河を氷の棺に封じ込めたアクエリアスのゴールドセイントカミユだった。水と氷の魔術師と称され、限りなく絶対零度に近い陶器を操るカミユ。今はただここまで来てしまった氷河を静かに見据えている。セイヤ、シュン、先に行ってくれ。氷河、ここはカミユと俺だけにしてもらいたい。誰にも邪魔されたくない。たとえお前たちにもだ。氷河、私はな、いや、もはや何も言うまい。俺はあなたに数々のことを教えていただきました。とても礼の言葉では言い尽くせません。その礼を言葉ではなく、セイントとして行動で示します。あなたに授かった、すべてをぶつけて。よかろう。ならば私もすべてをもってお前に応えよう。ほい、氷河。前、白鳥よ、かかってくるがいい。ラウンドワン、ファイト。あなたから授かったもの全てをぶつけて。神、これがキングナスのパワー。あなたを倒す。ならば私も全てを持ってお前に応え、今度こそ確実に葬ってやろう。それだけだ。天秤球でもその身を持って教えたはずだ。お前の陶器では私は倒せない。真の陶器である絶対レードを身につけていないお前に勝ち目はない。それだけだ。オーロラエクスキューション、ダイヤモンドダスト。オーロラエクスキューション、オーロラエクスキューション、シュッ。それだシュッ。ダイヤモンドラストシュッ。何、シュッ。フリージングコマ、それだけ。ダイヤモンドラスト。ダイヤモンドオーロラエクスキューション。これで終わりだ。もっと強く。それだけ。K.O. ラウンド2ファイト。オーロラエクスキューション。それだけ。カリスオ。ダイヤモンドラスト。フリージングコピー。オーロラエクスキューション。ダイヤモンドラスト。
それだけ。オーロラエクスキューション。オーロラサンダーアタック。絶対レードとは何だ。ありそう。答えろ氷河。絶対レードとは物質の原子全てが運動を失う温度。そうだ。破壊の根本は原子を抱くことにあるが、氷の闘技の本質はその原子の動きを止めることに。だがこの私でもそれほどの闘技を作り出すことはできる。いわば氷の存在の破壊は自分の闘技を絶対レードまでより近づけた方が勝つということだ。絶対レードまでいかなくて。カミュ、あなたの位までは必ず闘気を高めてみせる。そしてあなたを倒す。 KO ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。勝負あったな。お前の闘気では私を倒すことなどできん。真の闘気というものをお前に教えてやる。完全なる敗北を悟り、再びこの闘気によって死すべし。氷河。オーロラエクスキューション。もはや勝敗が決まった戦いに、これ以上お前を痛めつける気にはなれん。せめてお前の死にはもう一度氷の棺をくれてやる。このフリージングコフィンをな。今夜こそ安らかに眠るのだ、氷河よ。とまさか、うちから氷の棺を砕くと。ゴールド船員と数人がかりでも破壊することが不可能なフリージングコフィンを粉々に砕くと、一体なぜ氷河に。フリージングコフィンを砕くには零下273度以下の闘気を必要とする。それはつまり絶対零度。まさか氷河は無意識のうちに絶対零度。あなたから授かったものすべてをぶつけ、カミユ、あなたを倒す。私もすべてを持ってお前に答えてやる。ラウンドワンファイト。カミユよ、言ったはずだ。この氷河の攻撃が絶対レードまでいかなくても、あなたのくらいまで高めてみせる。そしてあなたを倒すと。見事だ。よくぞこの神の位まで闘気を高めた。これがしかしキングラスの闘気だ。それでも私を倒すことはできん。ゴールドクロスは絶対レードでなければ凍結しない。私がゴールドクロスをまとっている以上、前の闘技で私を倒すことはできんのだ。
それだけ。ダイヤモンド。それだけ。神、今こそ俺のすべてをあなたにぶつける。オーロラサンダーアターダイヤモンドガストまだ戦う気か。俺の肉体はもはや凍死寸前の状態だ。神、それはまだ全てのあなたにぶつけてはいない。K.O. ラウンド2ファイト。ダイヤモンドガスト。それだけ。それだけ。フリージングコブ。その程度か。その程度か。それだけ。それだけ。オーロラサンダーアターク。それだけ。ゴールドクロス凍りついてる。ヒョウ、お前は神を模したんだ。絶対レードの陶器を身につけたというのか。お前にはその陶器を生かす決め技がないのだ。オーロラエクスキューション。ダイヤモンドガスト。このオーロラエクスキューションでな。ダイヤモンドガスト。アテナのために、命を救ってくれた友のために、セイントとして俺は最後まで戦い抜く。アタック。神、あなたは俺に教えてくれました。どちらが正しいか、どちらが悪なのか、善悪の判断に逡巡するより、一度戦いが始まったのなら、男なら途中で説を曲げることなく最後まで自分の立場で戦い抜くのだ。K.O. ファイナルラウンドファイ。それだけ。ダイヤモンドガスト。ダイヤモンドガスト。オーロラサンダーアタック。トーキとはこういうものを言うのだ。やり、うわっ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 、やり、うわっ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 、うわ。それだけ。オーロラサンダーアタック。それだけ。前、白鳥よ。K.O. ウィナー。ありがとう、我が子。俺の闘技ではダメだったというのか。私と互角に闘気を放ちながら、すでに意識を失っている。バカな、あれはオーロラエクスキューション。無駄だ。オーロラエクスキューションは闘気を無限大に発揮するカミュ最大の技。一度や二度その身に受けたからといって、やすやすと真似ることなどできん。私とオーロラエクスキューションを打ち合うつもりか。ならば受けろ、氷河、オーロラエクスキューションの神髄を。
見事だ、氷河よ。この戦いの中、オーロラエクスキューションをその身に受けながら、自分の技に、そして生死の境で、絶対零度を身につけ、お前は死である。このカミユのコスモも遥かに超え、まさしくお前は、このカミユの全てを受け継いだ。できればその力を、お前の信じる道に使わせてやりたかった。お前を、この先も生かしてやりたい。だがもはや、このカミユにも、どうすることもできぬようだ。許せ、氷河。カミユ、あなたは命を懸けて、俺を絶対零度まで導いてくれたのですね。あなたから受けた数々のことは、決して忘れない。ありがとう、我が子カミユ。そして、さようなら。こんな季節に、ひとひらの雪。せいや、今、氷河のコスモが僕たちにさよならを。振り返るなよ、シュン。行こう。操魚球はもう目の前だ。